終わった。そして動画を、東雲アキトキャラクターランク41のプロセカユーザーって、チャレンジライブガチでしたら、スコアどのくらい出るの？ということで、私、勝手ながらアキト推しを名乗らせていただきます。オッピーと申します。まあ、ちょっと10分くらいだけ、チャレンジライブのスキル厳選してたんで、無言の動画が続いてた説があるんですけど、ここからリトライすると、もう4番目のスキルに、130% が固定されましたので、まあ、あとは、どれだけグレートを抑えて、まあ、AP 取ったことないんで、どれだけグレート抑えれるかっていう、叩きになります。よろしくお願いします。はい。まあ、一応多分、4番目以外のスキルに関しても、全部、まあ、順番があると思うんだけど、絶対こうだっていうあれがないんで、順番がね、多分ないんで、何が一番出るかっていうのも、もう何回も、チャレンジライブして、スコア、出る順番っていうのがあるかもしれないんで、僕も完璧に分かってるわけじゃないんで、まあ、一応4番目今から入るこの黄色いノーツあるじゃん、この黄色いノーツがブレブレって、ここでそう、このノーツがね2回来るんです。だからこの瞬間に 130% のスキル、まあ、アキトだったら 130% です。カナデちゃんとかだったら 140% があるんで、そっちだと思うんですけど、まあ、130% を持ってくるっていうのが一番、まあ、スコアが爆発的に伸びますので、そこだけ覚えておくといいのかなと思います。はい。という感じで、とりあえず、まあ、ブレブレをプレイして、スコアがどのくらい出るのかっていうのをね、今のアキトってどのくらいスコア出るんだろうって話なんですけどね。一応僕の一人もエンビーでの最高スコアが183万とかだったので、今もこれ、3万近くスコア伸びたことになるのかな ?186 万出たね。久々にチャレンジライブを真剣にやったから、186万5717といった感じになります。8グレで。はい。アキトだったら190っても出るのかな、わかんないんですけど、他のキャラクター、星音5枚組のエナなんとかだったらね、もっとえげつないスコア出ると思うんですけど、今回はちょっと自己満なんですけど、僕、アキトってどのくらい出るんだろうと思ってね、真剣にチャレンジライブブレスユーはブレスでプレイしてみました。最後までご視聴ありがとうございました。